これはベイブレードに全てをかけた。ベイブレイベイブレイメジャーファン。それよりさっきのやつらは？え？ああ、フェイスハンターズだよ。フェイスハンターズ？うん、あいつら弱そうな相手に卑怯なバトルを仕掛けては無理やりポイントを奪っていくんだ。僕の友達も何もあいつらのポイント狩りに合ってるよ。俺、こうやって全国を旅してるんだ。最強のブレーダーになるためにより強いライバルを探してね。なんだと？それでおめおめと逃げてきたのか？すみません。でもあいつやたら強くて。ですが、京也さんなら。そうっすよ。京也さんのレオネでやっちゃってください。なんだと？俺のレオネを安く見るな！すみません。いいか、これ以上俺を怒らせたくなかったら、お前たちでその銀河とかいう野郎をぶっ潰すんだ。たとえどんな手段を使ってでもな。いいぜ。相手が何人だろうと受けて立つぜ。後で泣いて謝ったって遅えからな。さあパーティーの始まりじゃい。まして数なんかじゃない。行くぜ。ストームペガシス、ゴーチェン！何？やるじゃねえか。銀河！鋼銀河。あ？ストームペガシスか。ようやく俺のロックレオネにふさわしい相手が現れたようだな。お前は立上京也。面白くなってきたぞ。行くぜロックレオネ。ゴーシュー。楽しい楽しいぜ。久しぶりにこの俺が全力で戦える相手が現れたんだ。貴様らも喜べ。待っていろよ鋼銀河。この盾神京也が貴様を完膚なきまでに叩き潰してやるぜ。このレオーネでな。それじゃあ、うん、しばらくこの町にいることにするよ。やった。この町でとびっきり強そうなやつも見つけたしな。でも本当に大丈夫なの？ん？何が？京也だよ京也。あいつはフェイスハンターズのリーダーで他のやつらとは別格なんだ。一度あいつのレオネが回り出したら相手を完全に叩き潰すまで止まらない。京也のレオネはまるで狩りを楽しむ野獣だって言われてるんだ。京也と戦って銀河にもしものことがあったら僕。俺はそういうやつを探して旅をしてるんだ。それくらいの方がやりがいがあるぜ。でも大丈夫。やっぱちょろいぜこいつ。なんだよ僕のサジタリオを返してよ。こいつを返して欲しけりゃ銀河をメタルタワーに連れて帰れ。銀河を？もし連れてこなかったらお前のベイがどうなっても知らんぞ。くそフェイスハンターズのやつら。どうしよう銀河。俺は逃げも隠れもしないぜ。そのメタルタワーってのはどこだ？
銀河。返してやるさ。そいつが京也さんとのバトルに勝てたらな。望むところだ。けどこの前みたいな卑怯なバトルはごめんだぜ。俺を誰だと思ってる。貴様など俺一人で十分だ。一騎打ちなら文句はあるまい。さあ俺と戦え。でも健太のサジタリオが。あれを見な。さあどうする。悪いなペガシス、このバトルだけ頑張ってくれ。一騎打ちを挑まれて逃げるわけにはいくもんか。俺のベイ魂が騒ぐんだ。あいつと戦えって。それでこそ俺が全力を出して戦うにふさわしい相手、容赦なくぶっ潰す。もうペガシスがどうなっちゃっても知らないから。まだまだこんなもんじゃないぜ。燃えろレオーネ。うわっ、何なんだ今のは。銀河を罠にはめるため自分に有利な場所を指定してきたんだな。こんなの卑怯だ。貴様は甘いぜ銀河。バトルに勝利する条件はブレーダーの腕、ベイの性能、そしていかに自分に有利な対戦場所を選ぶか。仲間のためとかベイ魂とかくだらないことに気を取られ、そいつを見落とした貴様のミスだ。くだらないだと。だがからくりが分かったところで貴様に敗れるから、これこそがレオーネの必殺戦技、獅子暴風壁だ。最後はスタジアムアウトかよ、ダッセ。ごめん銀河、僕のために大切なペガシスを。何言ってんだ健太。俺のペガシスはまだやられちゃいないぜ。ああふざけんな。てめえのベイはたった今飛ばされて。何、あれはペガシス。
俺の作戦は完璧だったはずだ。なぜ、まさか貴様初めからこれを計算して。どんな大きな台風もその中心だけは風が弱いものさ。ありえねえ、俺が負けただと。このまま引き下がれるか見てろよ。次こそは必ず。